まずはじめに2種類のタレを作っておきましょう。甘酢です。砂糖に酢、よく溶かしてここに醤油を加えておきます。続いてタルタルソースです。まずはじめにゆで卵の黄身を潰します。白身は包丁で粗く刻んでおいてください。これもざっと潰す程度で大丈夫です。ここにマヨネーズ、牛乳、砂糖、軽く塩、胡椒、全体に軽く混ざったら、ゆで卵の刻んだ白身の部分と玉ねぎときゅうりもみじん切りにしたものを加えていきます。そしてレモン汁小さじ1杯程度を加えて全体を混ぜ合わせておきましょう。続いて鮭です。鮭は余分な水分をペーパーで拭いてください。そして 3,4 等分に切っていきます。そぎ切りにしたら軽く全体に塩コショウを振っておきます。塩コショウを振った鮭を保存用袋に入れて全体に軽く小麦粉をまぶしていきます。しっかりと丁寧につけてください。小麦粉をつけたら卵にくぐらせて、そしてフライパンにサラダ油を 1,2 センチほど入れて温めたところに入れていきます。それではこのように少し水分が出てきたら裏返していきます。しっかりと中火で 4,5 分かけて揚げていきましょう。揚げ終わったら一度油を切って甘酢に加えていきます。ここが今日のポイントです。油から出してすぐに甘酢につけると甘酢が油っぽくなってなかなか調味料が鮭に行き渡らなくなりますので、一度油を切ってからこのように合わせることで鮭にしっかりとした味がついていきます。全体を絡ませておきましょう。それでは鮭にしっかりと甘酢が染み込んだらレタスを敷いた器に盛り付けていきます。仕上げに先ほど作ったタルタルソースをたっぷりとかけてお召し上がりください。鮭のふんわりとした食感とタルタルソースのシャキシャキ感を楽しむことができます。鮭の旨味と甘酢でご飯が進む一品です。